続いてはドドーンと大盛りのメニューが用意された洋食屋さんです。静岡市駿河区池田にある町の洋食屋さんシシリア。1970年に開業したこのお店は学生やサラリーマン、家族連れにも人気です。そんなシシリアのボリューム満点メニューといえば、煮込みハンバーグの L サイズ。ご主人、普通サイズとの違い教えてください。普通サイズが1つ 160g なんですけど、それが2個入ってるんで 320g になります。一度火を通したハンバーグに自家製のデミグラスソースとトマトソースをたっぷりかけます。その上にチーズを乗せてオーブンで煮込めば完成です。牛肉 100% のハンバーグには自然の草を食べて育った牧草牛を使うのがこだわりなんだそうです。いや、やっぱりLサイズを頼むお客さんはスッと食べちゃいますねボリューム満点のハンバーグと一緒にご飯もたくさん食べたいという方はプラス50円でライスも大盛りにできますよ。続いての大盛りメニューもお肉の量が普通サイズの2倍。カツカレー L サイズも人気が高いメニューです。油の中で揚げるいわゆるとんかつみたいな仕上げ方ではなくて、フライパンに油を薄く引いて両面を焼くような形で、カツレツっていうタイプのカリカリってしたのがとんかつ で、カツレツは割とふわっとして柔らかいっていうか、そういう感じで仕上がってます。カツに合わせるカレーは鶏と野菜のブイヨンをベースにした優しい味わい。刺激が強すぎないので大盛りでもペロリと食べることができますよ。シシリアのボリューム満点メニューで忘れてはいけないのがスパゲティ。S、M、L の3つのサイズがありますが、普通盛りの M サイズでも横幅およそ30センチのお皿にこれだけのスパゲッティが盛り付けられているんです。 S は本当に小食な人用に作ってあって、 M っていうのは専門店よりは 1.5 倍ぐらい、 L になるともう3倍ぐらいちなみにこちらのミートソーススパゲッティは一時期メニューから外れていましたが、お客さんからのリクエストで最近復活させたんだそうです。テイクアウト用のメニューも充実。お店のメニューのほとんどがテイクアウトできます。お腹の具合に合わせたボリュームのお料理が楽しめるシシリア。どこか懐かしい味わいが長年愛されている理由です。